まだまだ急登が続いて超楽しいです。全然進まないね。はあ、死ぬんじゃね。綺麗だけど登るんか。登れた。おお、すごい。ああ、震えるほど綺麗だな。ああ。今回私は白馬三山を巡る予定です。まずは猿倉の駐車場からスタート、暗いうちから小日向山を目指して登ります。そこから一旦下り、白馬槍温泉小屋を目指します。槍温泉小屋からは白馬槍に向けてかなりの急登を登ります。鎖場もあります。白馬槍からは奇跡のビューが待っております。杓子岳、白馬岳までの稜線はかなりの絶景が期待できます。村営の白馬頂上宿舎に一泊し、翌朝白馬岳で朝日を見て、そこから下山となります。有名な大雪渓を通過して、猿倉の駐車場まで下山、帰宅の予定です。だいたいこんな感じです。はい、現在5時20分です。夜がうっすら明けてきました。猿倉駐車場からのスタートになります。雪渓と槍温泉の分岐点です。今回私は槍温泉の方向に向かいます。ちらりと、あれは白馬なのか杓子岳なのか、ちらりちらりと見えて、ワクワクがだんだん、あ、白馬か。おお、わかりづれー。紅葉っていうより、なんか、もじゃっと枯れてる感じで。はい、見えそうで、見えない。あんなに、
あんなにオレンジなのに。ああ、じらすな。くそ。しょうがない、進みます。少しだけ視界が開けました。ああ、もう赤みが消えちゃいましたね。でもまあすごいや。はあ、もう一踏ん張りで第一目標の、なんだっけ、何山だっけ、キャンプ場があるところの山頂に着きそうです。あの辺が小日向山になります。今6時50分、だいたい1時間半程度で着けそうです。いい感じの場所に来ました。何年か前、冬12月の頭にここ来た時はここにテントが張ってありました。結局小日向山の標識がないまま下り始めてしまいます。ちょっと残念。今細い道が奥まで続いているのが見えますけれども、そこを左にずっと行って、あそこのがれてる辺を巻いてずっと行って、あの奥のところが槍温泉になります。そこから登って、あっちとこっち、あっちじゃないね、白馬、槍ヶ岳と杓子岳を通って、白馬岳に向かいます。ん？あそこに、小屋が見えますけど。あそこだっけ？あんな近かったっけ？かな、もっとこう向こう側の気がしたんですけど、まあちょっと山マップをよく見ながら、ガーミンもよく見ながら進みたいと思います。この辺りは冬場来た時は草たちが全部枯れていて、で台風のせいでしょうか、一方向に全部なぎ倒されてて、すごく不思議な景色が広がってる場所でした。今はまだ夏の名残で風もなくて、かなり蒸し暑くて、ジャングルの中を進んでるようなそんな感じです。ここまでも結構斜面を横切って歩いてきたんですけど、冬場来た時こっから先がかなり怖くてですね、下が凍ってて、ここから冷たい風が吹き始めて、この斜面をあそこまで、で上から雪がこうガラガラっと来て、なだれた跡みたいなのがあの川のあたりにありました。あそこ横切るのも結構恐怖で、今も岩危ないでしょ。なんなん、すげえよ、トレラン2人、おわぁ、すごい。
ちゃ怖いっす。これはね、ビデオ撮ってる場合じゃなくて足早に通り過ぎます。ちょっと良くないな、危ない。小日向、山からずーっと来まして、いよいよあとちょっとです。あっちか、あっちが白馬槍か、こっちか。ああ、ちょっとゆっくりめに登ります。見えてんのに着かない。うわぁ、まだまだ急登が続いて超楽しいです。ああ、あっちお待ちかねの鎖場が出てきました。うわー、きつい。ちょっと危ないからカメラしまいます。そこ登る。うわぁ、きっついぞ。ちょっと水飲んで頑張ろう。今何時？わかんねえんだよ。あそこが天狗山荘だと思います。もう1時間近く経ちますけど、近寄らないね。全然進まないね。はあ、死ぬんじゃない。はあ、怖い怖い怖い。全然近寄らねえ。ああ、あそこからここまでたった数百メートルですけど、2時間弱かかってます。うわ、きっつい。もう泥がめみてえな、死にかけのヨタヨタで、なんとか登ってます。はあ、ようやく開けるかな。
しょうがねえ、頑張るか。槍温泉分岐に到着です。もう山頂を諦めて巻いていこうと思います。疲れた。綺麗だけど登るんか。おー、なんとか。ガクガクのプルプルで登れた。おー、すごい。震えるほど綺麗だな。やったー。正直泣きそうなほどの景色です。おお、頑張ってよかった。